まず素材の確認をしたいと思います。ステップ10ですね。アニメートのファイルが入ってますのでダブルクリックして開きます。すでに学習したところなんですけれども、エンターキーを押すと回転するという、まあ、非常に簡単なツインアニメーションなんですけれども、これにですねボタンを追加したいということなんですけれども、まずレイヤーをですね追加したいと思います。新規レイヤーのボタンをクリックして、レイヤー名をですねダブルクリックしてボタンというふうに入力します。でこのレイヤーにボタンを作りますけれども、楕円ツールを使って円を描きます。で楕円の塗りはですね白にします。で枠線はなしですね、まあ、今なしになってますけれども、でこの枠線なしはですねここですね、ここをクリックするとなしになります。それではステージに円を描きます。シフトキーを押しながら正円を描きます。まあ、適当な大きさにしておきます。で選択ツールに切り替えて描いた円をクリックして選択、そしてプロパティの位置とサイズでですねこの鎖のマークがつながっている状態ですね。で幅を40ピクセルですね、 40×40 の円になります。で右クリックしてシンボルに変換。でここはですねムービークリップではなくてボタンですね、まあ、ボタンを作るわけですからボタンにします。で名前は分かりやすい名前にしておきます。まあ、再生ボタンというふうに一応ここではしておきます。で OK ですね。でライブラリを見るとボタンがシンボル化されたものが入ってます。これは回転する図形ですね。これがボタンです。では右下に合わせて少し上に上げておきます。まあこれはもう適当で構いません。この辺りにあれば OK で、シンボルをダブルクリックします。ボタンシンボルをダブルクリックして編集モードに入りましたので、ここですね3つドラッグして選択します。もう一回やります。2つ目2フレーム目からドラッグして選択、そして右クリックでキーフレームに変換ですね。で4つのキーフレームが出来上がったわけですけれども、この2つ目、これはマウスを乗せた時にどうするかっていうことなんですけども、色を変えたいと思いますので図形を選択して塗りをですね変えます。これはね図形を選択してないと選べませんので、必ず図形を選択して、そしてマゼンタにします。でマウスを重ねた時にこの色が変わるということですね。ではシーンをクリックして画面を戻します。じゃあ実際にですねパブリッシュして確認します。まず保存をします。そして一応パブリッシュ設定を確認しておきたいと思います。まあデフォルトになってますので、まあ、この状態ですね。で OEM パッケージも一応チェックしておきます。で OK でファイルメニューのパブリッシュでフォルダーの中に書き出されていますので、この HTML ファイルですね、これをダブルクリックしてブラウザーで確認します。はい、まあ、アニメーションは回転してますけれども、ここですねボタン、マウスを重ねると色が変わるという、まだ何も設定していませんからクリックしても何も起きませんけれども、はい。でこれ回転していたらまずいので、再生したらアニメーションが停止するというふうにしたいと思います。タイムラインの1フレーム目、これ再生ヘッドをドラッグすると1フレーム目選べますよね。1フレーム目にしておいて、そしてステージの外側をですねクリックしておきます。1フレーム目を選択しておく。
で、ウィンドウメニューのですね、アクションというのを選びます。で、ここに JavaScript 書いていくんですが、もうコードスニペットっていうのがあります。ここをクリックします。そうすると、もうあらかじめですね、スクリプトが書かれてるんですね。で、HTML5 キャンバスのフォルダを開いて、で、さらにですね、一番上のタイムラインナビゲーションのフォルダを開きます。で、このフレームで停止というスクリプトがありますよね。これをね、ダブルクリックします。そうすると、これでスクリプトが入りました。コードスニペットを閉じて、アクションも閉じます。じゃあですね、ちょっとまた確認します。ファイルメニューの、一回保存をしておいて、ファイルメニューのパブリッシュですね。で、書き出された、上書きですね、上書きされた HTML をダブルクリックして開きます。はい、再生すると止まります。止まってます。回転アニメーションが止まってますよね。で、ボタンをクリックしたら回転するっていうふうにしたいわけですね。じゃあ今度はボタンにですね、スクリプトを書きますけれども、まず1フレーム目に再生ヘッドがあるということを確認します。このね、アクションのレイヤーのところをちょっと右クリックでアクション選ぶと、こうスクリプトが確認できますよね。で、ストップって書いてあるので、このフレームに来たら停止するっていう、意味ですよね。はい、それでは1フレーム目のところに再生ヘッドを置いて、ボタンをクリックします。クリックしておきます。そして、ウィンドウメニューのアクションを選びます。で、同じく、コードスニペットのアイコンをクリックします。そして、HTML5 キャンバスのフォルダーのタイムラインナビゲーションのフォルダー開きます。そして、4つ目です。クリックして特定のフレームに移動し、再生っていうスクリプトですね。これを使いますので、ここをですね、同じく、ダブルクリックします。ところがですね、入らないんですね。インスタンスの名前がありません。名前をつけてくださいっていうアラートが表示されてます。キャンセルを押してください。で、コードスニペットもアクションも閉じておきます。ボタンにですね、これインスタンスですよね。名前がついてないんですね。シンボル名はついてますけど、インスタンスの名前がない。プロパティのところの一番上です。ここにですね、半角の英数字ですね。じゃあ、プレイボタンにしましょう。プレイ BTN にしときます。これがインスタンス、ステージ上にあるインスタンスの名前ですね。で、名前を付けましたので、これで大丈夫ですね。1フレーム目選んでおいて、ボタンをクリックして、ウィンドウメニューのアクション。そして、コードスニペットのアイコンをクリックして HTML5 キャンバスのフォルダーのタイムラインナビゲーションフォルダー、はい、ここの一番下ですね、4つ目クリックして特定のフレームに移動し再生というスクリプトですね。ダブルクリックします。で、ここでですね、一番下のところです、 Go toAnd play っていう、今5っていう数字が入ってますね。つまり5フレーム目に移動するっていうふうに一応なってるんですけど、ここね、1に変えます。この部分を、数字を1にします。でも1フレーム目は停止じゃないかと思われると思うんですけども、実は2フレーム目なんです。これどういうことかというと、これはね、アラートが確か出てるはずなので、ちょっと確認してみましょうか。1フレーム目だと停止になっちゃいますよね。ちょっと先ほどの警告を見ると、ここですね。フレーム番号は1ではなく0から始まってますと。つまり HTML コンテンツの場合は0から始まってるということなんです。ですからタイムライン1からになってますけど、これ0に置き換えてください。つまり2フレーム目が1です。HTML コンテンツでは2フレーム目が1になるわけですね。だから1というふうに入れたわけです。ここはね、ちょっと覚えておいてください。
じゃあ確認します。保存をしてパブリッシュをします。はい、じゃあ実際にブラウザーで確認します。上書きした HTML のファイルをダブルクリックして開きます。で停止しています。じゃあボタンをクリックします。はい、回転します。ボタンをクリックすると回転すると、回転してまた1フレーム目に戻るので停止するわけですね。で HTML コンテンツは0から始まっているというところをね、ちょっと注意してほしいんですね。タイムラインが1からになってますから、これフラッシュアニメーションはこれでいいんですけれども、HTML コンテンツの場合は0からっていうことなので、1を0にしてください。ちょっと右クリックしてアクション選んでコードを確認しますけれども、まず1フレーム目でストップします。アニメーションがストップします。そして次のコードですね、ボタンをクリックすると1フレーム目に移動すると。1フレーム目というのはこのタイムラインでいうと2フレーム目になります。ここでちょっとややこしいんですけれども、フラッシュアニメーションと違います。 HTML のアニメーション違います。ここに書いてありますよね。フレーム番号は1ではなく0から始まりますということなので、まあ、JavaScript で書かれていますから、その場合は0からということになるので、2フレーム目に移動したい場合は1というふうにするということですね。ここは非常に重要なので、覚えておいてください。警告がまあ出ますけどもね、何度も警告出ますけれども、一応そういうことだということを理解しておいてください。